皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は2021年11月5日、時刻は22時20分ぐらいです。今ですね、ちょっとトイレ行きたくてトイレ探してるんですけど、特急東京85号22時15分発なんですよね。これまだホームに来てなくて、どうしよう、トイレ行きたいんですけど、85号のトイレ使っちゃえばいいかなって思って待ってたんですけど、怖いんですよね。快速土浦行き、こっち使っちゃいますか。 B531系にも、あ、今ちょうど扉が開きました。よし、じゃあ10号車に確かトイレがあったと思うので、乗車してみます。10号車。トイレ、トイレ、あれあれ、トイレってここですよね。ないな、おかしいな、あれ確かここら辺にあったと思うんですけど、あ、これあれか、9号車だからないんですね。隣ですね、隣か。一回降ります。降りて、10号車は隣の車両です。サハ E531 の17、トイレ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 、隣が10号車のはずなので、この車両に乗車します。24分発なんであんまり時間ないですけど、あれないっすね。トイレないっすね。なんでだろう、なんでだろう。ここ10号車ですよね、正真正銘。9号車の隣は8号車か10号車ですか。なんだこれ、15両編成の場合は11号車のトイレをご利用ください。え、どういうこと。え、15両編成、いや、これって15両ですけど、え、10号車にもトイレありましたよね。クハ E531 の1011、平成18年新津車両製作所で作られた車両です。なんでだろう。とりあえずちょっと降りますかね。10号車であることを1回確かめなければいけません。これそうですね、10号車って書いてあります。間違いないです。10号車車椅子マークちゃんとついてます。で、ついでに行き先の LED も見てみましょう。ちょうどいいか。それよりトイレですね。10号車にないとしたら、今度11号車、この隣が11号車なので、ここに、よし、東京経由、快速の土浦駅、上野東京ライン、常磐線直通ですね。おー、やっと見つけました、トイレありました。でもこれ、土浦で切り離しされちゃいますね。だからどうやら後で調べたところ、この K41 なのだけないみたいです、ご注意ください。ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to